様こんばんは。沈んでも沈んでもいい、それでも恋は消えてゆくから。こんばんは、サチタン、スチスチ、ありがとう。こんばんは。メール見てきたよって、ありがとう、みんな見てきてくれて。サチ太郎、やあやあ、ん、パセさんの分身。君を嫌いになれる。チークを塗り足します。って言ってもね、チークはつかないんですね、ショールーム上では。色があんましつきませぬ。サッチーこんばんは。皆さん本日はどのような一日をお過ごしでしたでしょうか。本日はさ、すごく暑かったと思わない？サッチーはめちゃくちゃ暑かったと思っていて、暑かったよね。そうだよね、今日めちゃくちゃ暑かった。今日暑かった、30度超えてたの。そうなの、それは初耳ですね。冷蔵入れようか、え、わかる。そっちもエアコンか扇風機入れようか迷って、まあ、結局悩んでたら寝てたんですけど、さっきの話ね、帰ってきてからの話なんだけど、それ暑いよね。なんか日差しも照っててさ、すごく暑いなと感じた日でした。そう、こんばんちゃ来てくれてありがとう。そう、悩んでた寝てた悩んでた寝てた。最近の悩みだから、それ。そう、気づいたら寝てるんですよ、いつも。悩んでるからって感じ。そう、座椅子でですね、座椅子です。座椅子で座って寝てた。それが逆に怖いのよ、サッチーは。座って寝てるって相当やんと思って。あ、え、嬉しいよ、出迎えありがとう。そう、結構サチ太郎に興味津々です。嬉しい、サチ太郎です、こんばんはそう、いや、今日はね、90度なんだけど。あ、当たった、おめでとう、当たりました、おめでとうございますそう、え、新幹線のサチ爆睡だよ。爆睡タイプです。ついに当たったね、よかった。サチ、だいたい4時間ぐらいじゃん、広島から東京って。3時間ぐらい寝てるよ。残り1時間は何してるかっていうと、ご飯を食べています。そう、車内できるかって、そう、少ないからさ。で、スマホをずっといじっとくのもあんま好きじゃないからさ、寝てる。
星たち来てくれてありがとう。新幹線マクワクするからね、かわいい確かに。サシさんスチスチありがとう。4時間は映画見て残るのか。あ、映画ね、映画確かに映画いいけど、サチは寝てますね。駅弁って欲しいなっちゃうんだ。駅弁ダメなの NG ワードなの、もしかして。駅弁食べないかも。駅弁じゃなくて駅弁は食べない。新幹線内でおしめにポストするの忙しい。さすが鏡ですよ。ありがとうございます。さっちゃんこんばんは、こんばんは、来てくれてありがとう。そう、カチューシャしてみました。いかがでしょうか。さっちゃん来てくれてありがとう。こんばんは、来てくれてありがとう。こんにちは、来てくれてありがとう。そしたらそっちそっちありがとう。3人かわいい、ありがとう。こんばんは、ありがとう、来てくれて無敵、ありがとう返せありがとう。カチューシャめちゃかわいいです。あ、めちゃめちゃ急にみんな褒めてくれる。カチューシャ嬉しい。そう、え、でもカチューシャね、あのカチューシャアクセサリーカチューシャ入ってたらカチューシャ大体つけるかな。この前の肉フェスの時もカチューシャだったんですよ。みんな覚えてますか。なんかビーズのカチューシャ、カチューシャすごい好きかも。え、新制服かわいいよね。サッチも新制服めっちゃ好きなんだよね。超色味が清楚って感じ、なんか明るい感じがすごく好きですね。リボンも可愛いし。こんばんは、来てくれてありがとう。さっちゃんスッチしてる。そう、あ、そう、今日新体制僕たちってめっちゃかっこよくない、響き新体制僕隊でしたね。そう、サッチのポジションはリエチが担当に、なんて担当にあってました。あれ、これ日本語合ってる。担当リエチでした。そう、日暮らしがくしみです。フーチャー来てくれてありがとう。サッチー来てくれてありがとう。泣いてる場所、そう、新しい感じで。そう、今日はそう7月1日発売のですね、トップ L ネオさんっていうアイドル雑誌のトップ L ネオさんに取材インタビューさせていただきました。本日で、お写真も撮っていただいて。そう、アイドル雑誌なんですけど、そう、昇格メンバー4人の井出かなう、新井理也、株島結花、曽川咲の4人で、そう、インタビューしていただきました。その記事が載りますので、そう、それは買うしかねえで、だからみんな
ぜひチェックしてね。7月1日発売の、7月7月の1日発売の初夏号ですね。みんな絶対にチェックしてください。そう、写真も撮って、こんばんは。そうなんです、固まってた、固まってた、うん、よかったよかった、動いた動いた、ということなんです。皆さんぜひぜひチェックチェックしてください。よろしくお願いします。でね、そうそう、めっちゃお互いが照れちゃう質問があって、でもめっちゃ嬉しくなる質問があって、それがめっちゃ嬉しかったからみんなに見てほしい。そう、めっちゃ照れた、嬉しかった。でもあと昇格についてとかインタビューしていただきましたね。さっちゃんしてたよ。そう、照れるけど嬉しいことがありましたので、みんな絶対チェックしてください。でその後は歌唱力の予選の練習をしに行きました。っていう一日でした。今日はあと写真撮ってもらって、あ、服はねこれだったんだ、可愛いでしょ。そう、課題曲はちょっとあと少しで言えます。あと少しで言います。そう、かわいい、ありがとう。でしょ、これ新作のお洋服なんです。最近リボンにハマってて、リボンのお洋服を見るとすぐ買っちゃう。そう、初見さん来てくれてありがとう。さっちゃんスティスティありがとう。三日月と予想します。三日月ってあの曲かな、これか、あ、これ虹色か、あれ三日月ってなんなんどんな歌だっけ。ってことで違うことがバレましたね。そう、え、そう、ミフィのお口みたいなリボン、かわいい。さちゃんスティッチありがとう。そう、なのでミニスカートがね履けるようになったんですよ。なのでトップエルネオさんの雑誌の取材もミニスカートで行ったので、はい、私の表に出るお仕事、ん、表に出るお仕事じゃない、表、ん、そういう記事とかで出る初めてのミニスカートです。だからチェックしてください。どういうつなげ方、おかしい。まあ、もうそういうのもね楽しみな方もいらっしゃるじゃないかなと思いますので、はい、そう、あ、紙面だ、紙面紙面、それですね。やっぽー、そう、メディア露出、ミニで釣られるとでも。いや
別にそういう意味じゃないけど、みんなミニが好きっていうことを小耳に挟んだので、そう、サチはミニスカート好きなんだ。実はサチは背が低い方だから、あのロングよりミニスカートの方がこうサイズ感がいいんですよ。だからミニが好き。そんな簡単じゃないぞ多分本当ですか？それは間違いないです。即釣られるけど、やっぱりみんな、まあサチはミニ好きだから一緒だね。そうだからまあミニが多くなるんじゃないかなっていう。サイズの時は足しか見て、それは言わない方がいいかなって思いますね。ね、わかるわかる。そう、そうそう、そうなんよ。じゃけね、ロングはそうちょっとねサイズ感がさっちよ。背が小さいので。こんばんは、来てくれてありがとう。サチお疲れ様です。お疲れ様でした、ありがとう。サイズなくてもなのにな。あら、みんながどこ見てるかバレちゃいましたね。これはみんなに報告ですよ。ファンの皆さんって足見てるんだって。そうそう、いいよもうどこ見ても。でも顔を見て、顔とパフォーマンスも見てね、ちゃんと。わかりましたか？でもね、よく言われる、あの160はありそうな顔ってないんですよ結構。でもこの前測ったんですよ。そう、したら157ぴったりでした。そう、アイコンタクトしてくださいね。お話し会申し込んで、嬉しい、来てほしい。お話し会の再販が、第2回目の再販が皆さん始まってますので待ってるよ。あ、ここだけの話、嬉しい、初日ですね。初日にありがとう、ありがとう。そう、嬉しい、感動してくれたの、ありがとう。ツアーの広島公演から気になる、まずは身長とか。あ、身長と追加してしまった。あ、ナイス、汗汗、ナイスナイス。ミューポンとサチポンの身長、デッドヒートって何？デッドヒートです。そう、ぜひ待ってます。6月22が初日でございますので、幕張メッセで皆さん待っております。幕張のお話から追加して、嬉しい、ありがとう。あの子には内緒だよ、この配信もしあの子見てたら激おこだよ。だってスチタンサチサチになってるから。嬉しい、サチタン嬉しい。もし行く機会があったらネームプレートサチ太郎で行くか。あ、嬉しい、パセさんじゃん。幕張通所、嬉しい、待ってるね。ユミリンさんの卒コン、結構ユミリンさんの側にいた人、どうなんだろう、どうなんだろう、ユミリンさん側にいた人、ちょっと、でもそんなにずっと近くにはいなく買ったけど、でも、どうなんだ、初日、わかんないです。なんかツアーの映画で釣られたのか、知らぬ間にオンラインポチってました。気づいたらね、気づいたらサッチーが寝てたみたいに、気づいたらポチってたのね。同じ感覚って感じかな、もしかして。嬉しい、あ、はい、そうですね、ノーウェーマンの白いカチューシャの人ですね。なんかさ、もしいずれさテレビ番組に出させていただくとかなった時にさ、そういう感じ言うよね多分、白いカチューシャの子みたいな。そう、あ、そうですよ、サチタン沼出れないんでね、残念ですけど。
サッチーの推しポイントを教えてください。教えてください皆さん。サッチー褒められるの苦手だから、ね、苦手じゃないけど照れちゃう、真顔になっちゃう、照れすぎて。そう、今日なぜかオンラインの当選メール、なんでやろう、分からん。サッチーも、え、嬉しい、ありがとうこんばん、来てくれてありがとう。気づいたら届いてるよね、わかる。意外と首が長い子って見分けてます。まあよく言われるけれどまあよく言われてるけど、そこなの。 DD にも優しい、あ、らしいですそう、そうそう、そう。あ、お久しぶりです、来てくれてありがとう。スタンスチスチありがとう。サッチってタヌキ顔なの、何顔か分かんないんだよね自分が。なんかそういうの全部分からん、何顔とかも分からんし。そう、あとあれも分からん、パーソナルカラーとか骨格とかもう何も分からんそうそうね、目かわいい、目かわいい、目かわいい、それとも目かわいい、めっちゃかわいいみたいな感じそう、アライグマか、サチの目教え、嬉しい。サチの目よく見られるから嬉しい。垂れ目がキツネかタヌキ、あ、まあキツネかタヌキって言われたら確かにタヌキだけどね。こんにちは、来てくれてありがとう。イエベブルベ、わかんない、もう本当にわかんなくて、もう何もわかんないサチ18歳です。そう、あ、ギャップ顔、ワンコさん。そう、サイリウム3本、そうです、サイリウムちょっと3本なんですけど、振ってくださるので、はい、ぜひ振ってくださったら嬉しい。ビジュア、顔面の骨格と顔の雰囲気がスチスチ、中身はもっと、え、嬉しい、中身スチスチ、ありがとう。3本だよ、黄色白黄色の3本です。サチタンスチスチありがとう。サチタンスチスチ何色ですか、黄色白黄色の3色、3色じゃないか、2色3本ですね。でも本当に見つけやすくて、そうそう、目立つから、そう、見つけやすいから、そう、ぜひ振ってくださると嬉しいです。サチさん設置してありがとう。山口在住のファンです。え、一緒じゃん。あ、今は広島在住だけど、そうそう、3本振りたい、最近聞いてらっしゃいました。さすが、もう鏡ですね、ファンの鏡ですよそう、3本って両手に持って口で、と、待って、星になっちゃった。3本の配置大事。あ、でも黄色白黄色の順番だと一瞬でわかるかもですね。そうだよね、3本ってだってこうなるってことですよ。大変だけど振ってくれたら、それかうちわとかでも嬉しいですね、もしめちゃくちゃ大変だったりして。なんかまあ進めてるわけじゃないけど、なんかそういう専用の機械、3本、そう、器具もあるみたいっちゃあるみたいですよそう、でもそうだね、3本ちょっと大変だよね。そう、ホルダーがあるっぽいですよ。ドンキ、あ、それは分からんけどそれは分からんけど売ってるっぽいですよ。指の筋肉が、あ、みんなそんな辛い思いをしてまで私のペンライトを振ってくれてるのね、ありがとう。より一層頑張るわ、パフォーマンスそう、
でも本当2階でもすごくすぐ分かった。黄色白黄色。幕張でサッチに初めましての挨拶して、嬉しい初めましての儀式しようね。ごめん特にないけ、あの初めましての儀式決まってるってわけじゃないけど、初めましてしようね、楽しみ、嬉しい。そう、それはどこ情報一応か、え、なんかファンの方がでやってる方がいて教えてくれました。最強グッズ手に入れたぜって言ってたから、え、最強じゃんと思って。さっちゃん設置して最近5本持つ、5本、あと2本なんだろう、まあいいや、わかんない。そう、さっちゃんのために1本買い足しました。嬉しい、3本振ってくれるの、ありがとう、ありがとうね、こんばん来てくれてありがとう。誰よりも誰よりも愛したせい、そう、黄色白黄色でありがとうってくれて、こんばん来てくれてありがとう。サチ来てくれてありがとう。自分は新種グッチで1本足しました。嬉しい、ありがとう。3本振ってくれるんですね、ありがとうございます。もうすぐ懐かしい明日公演が始まるのかな、あーどうなんだろうね。確かに、ひらちゃん申し込みました、ありがとう、嬉しい。白黄色はめっちゃ電池減る色、あ、そうなの、サッチのペンライトって大変だ。コンサート電池に3本目を買う、ありがとう、実は裏話なんだけど、あのね、黄緑白でも迷ったんだよね、実は。そう、黄緑白にしようかなっていう世界もあった。で、一番本当に一番最初は違う、白は絶対に 100% 入れたくて、白を減らす、なくすっていう選択はなかった。残りの色を何にするかだった。でも割と黄色が頭にずっとあったから、そうそう、黄色でしたね。赤はね、なかったかも。今日優等生感強めの、え、確かに、え、確かにでもね、ここにリボンがついてたりして結構ガーリーなんだよ。サチこんばんは来てくれてありがとう。こんにちは来てくれてありがとう。そう、あ、ペンライト黄緑ないんだ。そう、え、青もね、脳内によぎった。サッチーのおかげで黄色い文字が入るか、推し活してる、めっちゃ嬉しい。今のも見つけやすそう。今のもペンライト、え、そう、見つけやすいよ。そう、でもサチタの中身はギャルだから、いや、ギャルじゃないよ、サッチーはオールアイドルよ。そう、そっちです。そう、そうそうそう、サッチの今の七並べのカード、黄色い服着てるやつ、あ、なんだろう、あれかな、ツアーかな、黄色のスーツ買うかもって。それで出勤ですか、最高ですね、最高。そう、あ、でもそれ賢いんじゃない、バナナ白バナナ、ワンチャン分からんかもしれんよ。こんにちは来てくれてありがとう。サチアスチチありがとう。サチこんばん来てくれてありがとう。ありがとう。ワンちゃんバレないんじゃん。山口声ありがとう、ありがとうね、ありがとう。嬉しい。エリザベスの中身？そう。関東でイベントあるの振りに行き、え、来てほしい。関東のイベント、あ、でも
振らないか、お話し会はあるけどペンライトは振らないですね。バナナ大根バナナ振った。いや大根はでかすぎやで。ソガワお疲れお疲れ、ソガワって初めて呼ばれたよ。そう、こんにちは、来てくれてありがとう。なんか友達が最近ね、さっちソガワのこと好きも、なんかあれ、なんかあれみたいだね、なんか学校でなんかすごい噂の時みたいだね、ソガワのこと好きらしいよ、ありがとう、ありがとう、嬉しい。サッチのこと好きなの？ぜひサッチのこと好きになって、あ、好きみたいだからもう好きなのか、嬉しい、ありがとうって言っといて、とをあげるのがポイントね、ありがとう。実際のサッチはさらにブチ可愛い、あ、ブチ可愛い、めブチ嬉しい、それはブチ嬉しい、それはサッチの先生ちゃん、ありがとう、初見さん来てくれてありがとう。さきちゃん、すちちゃん、ありがとう、嬉しい。今度本当にバナナ振ろうかな。アイコンもバナナ、アイコンもバナナ、うい、オッケー、糖あげるのね、うい、オッケー、うい、オッケーって何、流行ってるの。オッケー、そう、ありがとうって言っといて、ありがとう。サンキさん知らないおたくさんが、さっちかわいいって、え、嬉しい、ありがとうって言っといて、もう嬉しい。ぜひぜひショールーム来てね、話し会も待ってるよって言っといて、そう、そう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 、ありがとう。今オンラインで販売してるもの、サッチーグッズ買えば嬉しい、みんなでサッチーグッズ持っていろんなとこ行ってね、アクスタ。サッチーもさ、自分のグッズ欲しいんだよね。ティースケンって1円だつけ、最近ソガさん大事に来てるよん、来てるよん、ありがとう。プチかわいいとプチョ変だって似てる、似てる。プチョ、プチかわいい、プチョ変だ、じゃあ似てるで、似てるにしましょう。サチ来てくれてありがとう。そう、今週5月25日はチェキサイン会があるから、みんな楽しみにしててね。そうそうそう、ありますので16時30分からショールームでしますので、ぜひ来てください。そう、もう服も決まってるので、そう、今日は黒いカチューシャです。あ、でもトップエルネオさん今日あったんですけど、でもそれにはカチューシャしてないです。こんばんは、来てくれてありがとう。え、嬉しい、ありがとう、さっき来てくれてありがとう。ソガワに星送るよ。なんかもうだんだんなんか知り合いかなって思ってきちゃった、ソガワ呼びだから。多分違うけど、ありがとう、ソガワ呼び初めてされるよ、ありがとう、ソガワです。そうです、雑誌に出させていただきます、トップエルネオさん7月1日発売の初夏号でございますね。皆さんぜひチェックしてください。こんばんは、来てくれてありがとう、ハロハロ、来てくれてありがとう、可愛い、来てくれてありがとう、嬉しい、アップ最高、アップっていうかもう目なんだよねこれは。そうそうなの、俺特殊やん、覚えてくれて嬉しい、覚えたよもう。白目可愛い、ありがとう、すごいとこに、すごいとこに着眼ってね、ありがとう。そういいよ、もうさつまいもで、じゃあ。目かわいい、嬉しい、初夏号です、今夜も配信ありがとう、お疲れ様です、かわいい、頑張れ、ありがとう、絵文字がかわいい、
雑誌絶対買う、嬉しい、絶対買ってね、嬉しい。サチのアイライン、え、今日はライブの時は結構アイライン太めなんですけど、今日は細め、今日は目細め。え、そう、今日チェキを撮ったんですけど、サチめっちゃお気に入りのチェキなの、それだから絶対応募してほしい。激川、自分で言っちゃうけど、なんかめっちゃいい。あ、自分、まあどんな感じで写ってるかは秘密です。私一人かもしれんし、4人かもしれんし、2人ずつかもしれんし、そうだから私一人が激川って意味じゃないかもしれないっていうね。わかる？だそう、そうそう、たとえ一人でも、まあ、自己肯定感が高いことはいいことなので。間違えた、こんばん、こんばんは、来てくれてありがとう。もうすっかりね、夜ですから。そう、クソかわいい、クソかわいい、ありがとう。わーわー、ほぼだぶな、ペットボトル落ちたとこだった。そう、嬉しい。私何冊買うか今から悩んでる。わかる、なんか自分が出てるのとかいっぱい買っちゃう、ね、あと推しが出てるのとかね、わかる。こっそりチキ買い楽しみ。今回は3期がね、私一人なんですよ、25日。だから大きな声で呼べますね。でも誰か配信見てるかもしれないですからね。実際サチチキ1回見てたんでね、はい、あ、そう、あの見てたけどずっと見てないから多分バレてないよ、みんな。そう、サチさんスチェスチェありがとう。もしね、いつかサチのポストついてる、え、嬉しい、頑張る、買って、嬉しい、ありがとう。ゾクッとしました。ってことは赤の子のとこに行ってるってことかな。パトロールっち、え、パトロールじゃなくて、まああの、あ、チェキがやってるんだ、ちょっと入ってみようっていう感じで、うん、入っただけで。あら、みんな焦ってるけど、なんで1でですか、何か。あ、なんか逆ギレされちゃった。あ、逆ギレじゃないか、こういうの、なんて言うんだろう。嬉しい。じゃあスマホ変えてないよ。ソガワやろ、かっこよ、かっこいい。そっち達成してありがとう。でも結構ガチで言うと、じわりと聞きそう。ガチで言うと、あの本気で、あの、なんとかさんありがとうみたいなやつは見とらん。最初の数分だから、みんながもし昨日いたとしてもそこは見てなかったからバレてないよ。けどまあその反応でバレちゃったけどね、残念だね、サチにバレちゃったよ今。そう、サチちゃんありがとう。そう、やましいことありませんので、うん、まあそうだよね。あら、電波調子悪い、あれ大丈夫かな、コソコソバレるんですけど。そうなんですよ、カナダマネしよう。ちょっと飲み物飲みます。飲んでるとこは NG らしいですか、カナちゃん。その瞬間昨日見てたショールームで、そう、飲んでる瞬間 NG なんだって。サチも NG、 最初の数分で呼ばれたかと。あ、そうなの。でも本当の周辺、あ、手相見ました。あ、手相チェック、占いしないでください。お話し会とか他のところに行ってたらバレる、もしかしたら。ふ、そがしかかって、あ、かっこいい、いや、なりません。え、そうなの、うちと一緒じゃん。でもライブを埋めるためには DD、 え、そうなんや、そうなんや、ライブを埋めるためには箱押しさんが大事なんですね。箱押しさんも、そう、サッチーと同じ日なら見れない、サッチーと同じ日なら見れない、サッチーと同じ日なら、あー、他の子がってこと。そうだね。そう、あ、まあ、リエチやね、高3コンビ、今は違うけど、今はもう、今何コンビだ、
18歳コンビかな、18歳コンビ。さっちコスプレはね今のところは予定ないかな。こんばんは、来てくれてありがとう。さちたんすちすちありがとう。お腹すいちゃった。俺コンビ、俺コンビ、何そのかっこいい名前こんばんは、来てくれてありがとう。俺コンビ、俺コンビ、あ、サチタン推しだって嬉しい。あ、タン推しって言われると嬉しいよね。遊びに来てくれてありがとう。サチ来てくれてありがとう。こんにちは、来てくれてありがとう。サチ来てくれてありがとう。実はライブに行って発表されたとメンバー発表ある前に休みを確保します。そうしないと、え、どういうこと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 。俺も楽しになりたい。あ、ちゃんと俺もなりたいっていう気持ちはあるんだえ、でも分かるよ、私も誰でも大好きですから。そう、おい、楽しい、楽しい、さっち楽しいです。ちょっとサチタンスチスチ、おー、いいですね、それ。指ハート綺麗でしょ。山口県ではサチタンしか、うん、なるほど。タン美味しい、タン美味しいよね。最近食べてないけど焼き肉行きたいな。サチタン推しです、嬉しい。周りが楽しいさせてくれないから。あー、なるほどね。あーなるほどね。やっぱりライブでは推し祭の人を探しますか。だね、うん。推し祭、推し祭って私のペンライトカラーってことだよね。タン推しでもみんな可愛くて、でもサッチーしか勝たん。うん、どっちどっち。でも嬉しい、ありがとう。そうだね、最後ありがとうございましたの時はペンライト振ってくれたり、うちわ持ってくれたりしてくださる方は絶対にこう君だよってあのファンサするようにしてます。だから持ってくれてると絶対に1回は来ます。そう、最後のありがとうございましたって時にこう君だからねってするから、最後に。そう、セコンバー来てくれた。そう、その俺かなーは俺ですよ。ワイの中か嬉しい、でもありがとう。サッチーノーミョン、サッチーノーミョン単押しです。サッ、ん、サッチーがノーミョンの単押しってこと。最後だけで、いや違う、ずっと振ってくれてた方だけだからね。ふふふふふふふ、ペダルかわいいね。でも振ってなかったでもしますよ。ST ライブ行ってみたい、本当に来てほしい。行ってみたいって思ったその時に来るといいんですね。はい直近だとですね、6月1日に徳島県、6月2日に岡山県であるんですけど、サッチーは出ません。でも ST のライブ自体すごく素晴らしくて楽しいので、ぜひ行ってみてください。ちょっと遠いかなっていう感じもあるかもしれないんですけど、ぜひ行ってください、絶対に行ってくださいそう、でも曽川早紀さんはちょっといないんですけど、他の3期生の子が前座で出たり、すごく楽しいので、あ、岡山は新幹線で行きやすいそうですよ。チェックチェック。首都圏イベ、ラゾーナ川崎
でリリースイベントがあるんですけど、それも曽我朝希さんはいませんのですけど、先輩方がいら行きますので、そんな感じですね。そう、幸さんはいないんですけど、でも STU って素晴らしいんで、ぜひ行ってください。市民歓喜、ヒータン出ますよ岡山。サッチー徳島ラーメン食べたい。そう、ラゾーナ一人ぐらい増えてもバレないんで、ぜひ。確かにバレなくない？でもサッチー愛の重さ踊れないから。愛の重さやるか分からんけど、愛の重さ踊れないからバレちゃう。そこでなんか一人踊れてない人おるけど大丈夫？って思ったら、あーなんか一人いるよって増えてるよってなっちゃうから。リリーベ行きたいな、楽しそう。握手会が始まるそうですね。すごい変な顔しちゃった今。そう、そう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 、愛の重さ初めて、めっちゃダンス難しそうじゃない？確かに剥がししようかな。お時間です。あれ真顔でするのが大事だから。お時間です。そう、こっそりこっそり愛媛に来てください。愛媛行きたい、愛媛行きたい、愛媛大好き。リエチがブリのアイス食べてる。ちょっと今から走ってリエチんちに行こうかな。あ、いいな。あら、この時間に食べるとはなかなか裕福、裕福じゃない、なんていうんけ、あの幸せが、幸福感、幸福感が素晴らしいですね。サチもやろうかな。そう、あ、ヤラピク嬉しい。ヤラピクってギャルだな、絶対ギャルでしょ。ヤラピク、そう。こうやって戦おうか、みんなと戦おう。もう時間ですって言ってるでしょ。え、ブルーレアイスは本当に幸せ。そう、そう、力ずくでお時間って言ってるでしょって喧嘩します、みんなと。そう、まあね、ソガーとあんま私が、あ、そうなんですね。だからソガー読みめっちゃつぼる。剥がされたい。みんなダメですよ、時間厳守ですからね。そう、サチさん来たら剥がされます。サチさんそっちしてありがとう。手を出したらから、あ、かっこいい。そうだよ、手出したら負けだからね。みんなサチとなんとかとかご褒美、手応募最高。え、嬉しい。サチ意外と力強そう。え、どうなんだろうね、最近なんかその力づく対決してないから。あ、最近って言ったらなんか昔なんか力づくで喧嘩したみたいになってるけど、してないですけどね。はい、え、なんだろう、なんかこう力を使うことあんま最近してないな。分からん、分かりません。そう、ツーショット撮影、剥がしポーズ、剥がしポーズって何？わ、分かりません。そう、力づく出すよ。剥がせる瞬間一番す、あ、そうそうだよね。でもでもギリギリまでね、こうまたねって、そう、こんばん来てくれてありがとう、来てくれてありがとう。サチプランク得意そう。え、プランクの得意の定義が分からんけど、プランクはしますね。サチタンスッチスッチ、間違えた。サチタンスッチ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 やないか。ごめんね、ちょっとごめん、なんか面白いこと言わなきゃって思っちゃった今。急に、いつも思ってないけど急に思っちゃった。そう、サチ体幹、いやでも体幹は全然強くないんだよね。そう、体幹は全然強くなくて、そう、
お疲れ様です。来てくれてありがとう。あ、頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。頑張ります。さて、来てくれてありがとう。そう、握手会がリリースイベントであるみたいで、はい。お話し会、私たちが出るのはお話し会なんですけど、先輩方が出るリリースイベントは握手会みたいです。でもダンスってさ、体幹、そう、体幹ね、めっちゃ必要だから、あ、土日休み取れるんだったら ST のライブに行くことが決まったので、キャー、嬉しい。初ライブどこになるんだろう、教えてね、また。嬉しい。お話し会か通しでちょっとした満足、え、ちょっと、やめてやめて。もう一回お話し会こっそり、あ、みんなこっそりだね。みんな堂々と来て、堂々と来て、ちゃんと。そう、嬉しい。どうなんだろうね、確かに。そう、サッチ来てくれてありがとう。いや、全然笑いタントじゃないんで、やめてください、やめてください。そう、こっそり、みんなこっそり来ますから、堂々と怒られながら行きます。そうそう、堂々としよう、堂々と。そうなん、今こっそりが流行ってんの。ここに苦い経験があるから、こそこそり。なんでこそこそすんねん。そう、握手会緊張してきた。早い。あ、でも言うて、でも言うてすぐか。こう見えて何こう見えて何や、こう見えて、そうです、そうです、こっそり得意です。あ、まあでもいいことなのかもしれないですね、ちょっとわかんないです。こっさりいきます。こっさりですか。握手会になったらサッチの握力体感、あ、みんなの手を握りつぶします。じゃあクックック、堂々と友達の手を引っ張っていきます。お、嬉しい、いっぱい連れてきてくれるの。みんなの手を、お笑い担当、お笑い担当、お笑い、握手会バリカタ、バリカタか、ヤーメンか、普通か。でもさ、いたよね、潰してくる子、握手したら痛い。握手会に潰されたら労災ってなんだよ。それでファンは喜びます。本当に潰れる予定が。今自分でやってめっちゃ痛かったもん。痛い、人差し指がめっちゃ痛い。自分で自分の手をさ、こう握手ギューってしてめっちゃ痛かった。自業自得。あ、え、みんな9枚目シングルのさ、見た、サッチ見た。そう、サッチ会えて嬉しい。痛い。え、さよな。今めっちゃリアル。握力、え、握力忘れちゃったんだよね。でも、え、でも結構あったんですよ、体力テストの時。みんなで言い合って、え、意外とあるんだねみたいな、結構言われた記憶。20は超えてた気がする、絶対20は超えてたって感じで、結構ある気がする。今は分からんけど、スクイーズが好きで、こういうスクイーズ、これ多分スクイーズずっと触ってたからな気がする。握力が強くなった。え、でも小学校とか強かったか、わかりません。でも結構握力は強い。リオさんは握力30なんですか。それは負けてられませんね。ふぅ。そう、そうなんですよ。体感し、嘘ですよ、嘘ですね。怖がらないで、みんな。そう、握力は強いかな。その分、反復跳びは記録良かった。その分 50m 走が遅かったり、あとシャトルランがもう地獄のように遅かった、少なかったりっていう、そんな感じ。そう、ソフトのボール投げも 10m いかなかったり、そんなことがあって、体力テストの結果はめちゃくちゃ悪いです。ちょうど体前屈と反復跳びと立ち幅跳びと握力は良かった気がする。けど他はもうダメダメだったので、
さちさんすっちすっちありがとう。そうバレーのサーブ外しそう。やめて今私の球技大会の嫌な思い出がフラッシュバックしちゃった。まあどうだろう。でもサーブ、まあ、まだこれでも入るようになった方なんですよ。私球技大会はバレーぐらいしかできないので、いやバレーぐらいできないっていうかそういう意味じゃなくて、なんて言うんだろう、唯一ボールがつなげれるのが私バレーなんですよ。もうこの話やめよう。もうスポーツの話になったらもう悲しくなっちゃうから、もう NGNGNG。 ドッジボールで集中的に、あでもドッジボールに逃げ戦だからいいんですよ。そう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 、ドッジボール逃げ戦です。なんかさ、でもかっこいいよね。でも一回キャッチして投げるのに憧れてやったんですけど、キャッチできなかったからもうやめました。恥ずかしくて。運動できる人ってかっこいいよね。本当にできない。小6まであんなに運動神経良かったっていう、こういう運動の話は今後 NG でお願いします。あ、好きな衣装ある、いい質問だね。好きな衣装は、何が好きなの、結構全部好きなんですよね。今の先輩の衣装好きですし、君は何を後悔するのかと好きですね。めちゃくちゃスポーツできそうに見える、それもめっちゃ。でも嬉しい。みんなそのイメージでいいよ。ずーっとそのイメージでいてね。あ、そうそうそう、ギター弾けるから。音楽できるから。音楽できるから。嘘嘘。いいんですよ。やめて、そんな持ってるの。なんか私の弱みを握るような感じで。リレーに選ばれた話お願いします。やば。なしです。しません。しません。あ、本当に衣装っぽい。リボンついてて可愛いでしょ。めっちゃ可愛い。もうリボンがあると買っちゃう。定番ネタ N&G ですね。目頭可愛い。嬉しい、ありがとう。そう、タイム持って選ばれた。あ、そっちね、そっちのリレーの話ね。幼稚園の時は選ばれてた話かと思った。そう、タイム持って選ばれたんですよ。もういいですよ、私はもう一生笑い話していきますから。これでもそういう悲しいことがあったら、よし、これで友達に話せる笑い話ができた、最高って思って生きたらいいんです。私はそう生きています。そうそう、そんなことがあって、でも楽しいよね、楽しいよね。そう、楽しかった。そう、パチパチ、そう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 。でも結構恥ずかしかった、あの時は。いや、あの時は恥ずかしくないよ。走り終わった後が一番恥ずかしかった。さっち抜かされてたよって言われて、そりゃそうですよねと思って。恥ずかしかった。やだ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 。え、ルイボスティー、ちなみにあとちょっとしかない。スキップはできます。そう、スキップは得意ですよ。何人抜かれたの、もうそんな3人とかに抜かれたらもう泣いてますよ。私泣きながら話してますからね。さすがに1人です。さすがに1人ですよ。そう、そうそう、
さすがにね、もう立ち止まるわ、ショックすぎて。いや、めっちゃお腹空いちゃった。いつもつかないのに。多分みんな忘れてるで。みんな忘れてください。まあ、あの頃は高1の初めだったので、初めじゃない、高1だったので、多分私のことなんてまだね、全然もう誰が誰かなんて分かってないから、きっとみんな知らない気がする。でもきっと知らないと思う。あれが曽我朝日ってことは誰も知らないから、あのリレーなのにめちゃくちゃ足遅いって、多分知らないから、多分大丈夫みんな。そう、オッチェさん見てたよ。オッチェさんに言われたもん、サチ抜かされてたよ、うん、オッチェさん、オッチェさん足早いから。そう、抜かされてるの想像して悲しい気持ちになります。やめてください、笑ってください。そう、オッチェさんはね、私のことをいじり倒してくるので、めっちゃ仲良しです。でもいじり合い、いじり合いない、でも愛のある。え、でも二人ともめっちゃ褒めるんですよ。あ、まあこの話はいいか。そう、当時の同級生にこの配信見て思い出してほしいわ。たまにね、同級生見てるんですよ。もし見てたらコメントしてください、私のあの頃の英雄を。そう、そう、オッチェさんめちゃくちゃ足早いんですね。サッチはもうご飯食べました。アイドルになって、あれサッチ、あ、確かにこの話してさ、あれサッチやったやんってなったらどうしよう。だよだよだよ、その抜いてった人、おっつーとか。あ、なんかもうその頃は多分あれだから、なんか、うん、普通に抜かされた。そう、え、そう、おっちぇさん、え、おっちぇさん逆に見てない。おっちぇさんは多分見てないと思う。 X はねチェックしてるって言ってるけど、そう、これは見てない。朝川久しぶり、あの頃の、あの頃って言ってもまだ2年前とかなんで、ちょっと遥か昔みたいになってる。そう、サチさん出演してありがとう。そ そう、過去のビューで持ってたらバレるから、持ってないから。そう、なんかあるかな、サチ運動エピソードなんかめっちゃあるんだよね、と思い出せませんね。でもサチってモテてそう。あ、そうやってさっき運動コメでいじったからちょっと褒めてるの。嘘、普通に褒めてくれてるの、ありがとう。まあちなみにモテないんですけど、まあその話はいいですよね。そう、お話し会来てほしい、ちょっとお茶飲もう。 あ、おいしい。フェスとかによく来る。あ、そうなの。なんか山口とかでね、なんかそういうのがあったらみんな来てくれるのかなって感じではありますね。三軒付き合うならいちごしかガンジーないので、あと石原さん。なんか遠回しに振られた、気まず。遠回しに振られました、悲しい。サッチーも入れといてください、今日できっと好きになったはずです。生命線長いですか、良かったです、長生きします。あ、いい手相です、あ、良かったです。でも手相占いはしないでくださいね、皆さん。そう、クリス何番目にモテたんですかってさ。その私が多分3番目ぐらいにモテただよって分かったらめっちゃおもろくない。そう、一が俺の旦那、旦那サチタン、シカシカシカ、嬉しい嬉しい。え、山口で野外ライブしたいんだよね。え、ぜひ呼んでください、山口出たいですね。友達の証言、誰か見てるのかな。サチタン、シシシシ、ありがとう。一人はね、あのアカウントの名前教えてくれたから来たら分かるんですけど、コメントとかしてくれたら。でも他の子は分かんないんですよね、どんなアカウントで見てるか。だからもしかしたら、もしかしたらいたりするかもしれない。時計公園でフェスしたい、ギグ。え、もしかしてお知り合いの方ですかね、お知り合いの方ですか。明日仕事なので寝ます、おやすみ。あ、お疲れ様、頑張ってね。
みんなもしかして、あ、え、みんな、あれ、みんな、あ、もしかして、あ、みんなもしかしてが多すぎて、どうしよう、どうしよう、どうしよう、そう、一人は教えてもらったんですよ。でも他の子は、私ではないです。そうですね、そうですね。同級生多いね。それな。それな。それなんですよ。ここまで来たらオッチーさんの後ろ姿でも見たい。言っとくね、今度。あ、呼んだ。あ、ちょっと違う。夏にはティフとかに3期生。え、出たい。ティフ出るのは夢です。STU アイドル人生。ティフに出たい。サッチー最近面白い。あ、よかった、それなら、ありがとう。そう、あ、教えてくれてありがとう。それではそろそろ壇上読ませていただきたいと思います。13位ケイセティンさん、12位トンさん、11位ギルスさん、10位ブルーさん、変わったからもう一回見ます。13位キヨさん、12位ケイセティンさん、11位トンさん、10位ブルーさん、9位台湾のコウさん、8位カタムツリさん、7位ギルスさん、6位鳥取太郎さん、5位種なしチェリーさん、4位リョウチさん、3位ノブさん、ありがとう。そして2位はクマネパパさん、ありがとう。そして1位はローケイティさん、ありがとうです。88。はい、皆さん本日も配信を見に来てくださって誠にありがとうございました。そして今日一日お疲れ様でした。今日は5月21日火曜日ですね。明日は水曜日ということで、皆さん1週間の中日、終日お疲れ様でした。よく頑張りました。あと数日で土日がやってきます。土曜日にはね、5月25日16時半からはサッチーのオンラインチェキ会もございますので、ぜひお時間がありましたら見に来てね。ということで、お話し会のね第2回の再販も始まっていますので、ぜひ来てくださると嬉しいです。おすすめは3回と初日6月22とかかな。おぬぬめです。はい、ということで、ぜひ待っております。楽しみにしております。楽しみにしております。ということで、皆さん本日も一日お疲れ様でした。本日も、あ、申し込んだ、ありがとう。配信お疲れ、ありがとうございました。皆さん一日お疲れ様でした。そっちはメイクを落として洗い物をしてお風呂に入って寝ます。ちなみに山口の日は寝落ちしませんでした。おめでとう、サッチー。そう、寝落ちしなかったんだ。横になったんだけど、うっ、よくないって思って起きて、ちゃんとメイク落として、ちゃんとお布団で寝ました。えらいでしょそう、一回横になったんだけど、あ、ということで、あと6秒で終わるので、皆さんおやすみ、ありがとう、褒めてくれて、そう、あ、えらい、ありがとう、嬉しい。今日もちゃんと寝ます。おやすみ、またね、ありがとう、バイバイ、おやすみ、また明日も頑張ろうね、バイバイ、あ、楽しかったよ、ありがとう、またね。